棚葉、田那覇ふとし神社は、愛知県名古屋市北区近所を4丁目に鎮座する神社。戦国時代に、織田信長による焼き討ちで社殿と共に伝書などを消失したと伝わり、創建年代は不明だが、縁起式神明朝に、山田軍棚葉、ふとし神社と記された。名古屋城追記の際、開示によって現在地に遷座したとも伝わる。江戸時代には、 名古屋東昇軍の管理下に置かれ、官営年間には、終わり藩により、新たに社殿が建てられた。旧暦7月7日の例祭には、藩主が訪れ、一般民衆にも、柿内参拝が許されたといい、当時の様子は、終わり名所図絵に描かれるなど、多くの記録が残る。明治時代になって、近代社格制度が実施されると、八幡社として、尊社となり、大正11年には、 指定損者となった。第二次世界大戦の際には、神社の敷地に、校舎法人地が置かれ、七夕の森と呼ばれた神樹の森の多くが切り払われた。名古屋上天守閣が失われた、昭和20年5月14日の名古屋大空襲で、社殿を消失。現在の社殿は、昭和39年に再建されたものである。なお、この周辺は、 昭和50年代まで、七夕町。それ以前は、田端村と呼ばれており、当神社がこの地に置かれたことと関連づけて考える。説もある。ありがとうございます。